韓国軍は2024年6月11日から対北朝鮮軍事演習を実施しているんだけど、その中において北朝鮮海軍の潜水艦が公海上に設定されている北方限界線ノーザンリミットラインもしくはノースリミットライン NLL を越えて、南側に潜入したとの想定に対して、配備が進められている3000トン級の新型通常動力型潜水艦である、トサンアンチャン補給3000トンの2番艦アンムを投入して北朝鮮潜水艦の捜索から撃沈するまでのシミュレーション訓練が実施されたよ。アンムには訓練を取材するための報道陣が乗り込んだまま先行していて、これは潜水艦の訓練としては異例のことだな。今回は韓国軍が対北朝鮮軍事演習で新型潜水艦や新型自走火鏡などを披露した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、艦内に乗り込んだ報道陣の前でアンムは、NLL を越えて先行してきた北朝鮮の潜水艦を搭載されているソナーと呼ばれる水中音波探知システムで探知してから魚雷を発射して撃沈。さらに高速で接近してくる北朝鮮の水上艦艇も探知して魚雷によって撃沈したんだって。また、6機のミサイル垂直発射システムバーティカルローンチシステム VLS を持つアンムには、玄武4分の4と名付けられている潜水艦発射型弾道ミサイルサブマラインローンチとバリスティックミサイル SLBM が搭載されているんだけど、その玄武4分の4によって北朝鮮の陸上にある目標を攻撃するシミュレーションも実施されたよ。核弾頭を持たない韓国においては玄武4分の4は通常弾頭の弾道ミサイルであるが、北朝鮮側は韓国が SLBM を運用していることに対して強く抗議の意思を示しているみたい。韓国海軍ではトサンアンチャン補給潜水艦を9隻建造する計画を立てていて、2024年6月時点において1番艦トサンアンチャン補、2番アンム、3番艦シンチェホの3隻が就役しており、4番艦が韓国南部のチョサンナムドコジェシオクポにあるテウ造船海洋で建造が進められているな。このトサンアンチャンホアンム級潜水艦は、韓国による独自開発の潜水艦建造計画である、第3段階計画 KSS3、長保工さんによって建造が進められている通常動力型潜水艦で、3番艦まではバッチ1とされ水中排水量3800トン全長 83.5 メートル幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルの大きさであり、通常動力潜水艦としては海上自衛隊の対艇型通常動力型潜水艦に匹敵する大型艦だぜ。機関方式はディーゼルエレクトリック方式に燃料電池が使用された非待機依存推進 AIP が組み込まれていて、長期間潜航したままで水中速力約20ノットを発揮すると言われているらしい。兵装は 533mm 魚雷発射艦8門の他に、潜水艦発射型の対地巡航ミサイルのみならず潜水艦発射弾道ミサイル SLBM の運用にも対応している VLS を6機搭載していて、4番艦以降の3隻はバッチ2として設計されており、水中排水量4100トン全長 93.5 メートルとバッチ1と比較して一回り大きな艦になるみたい。そして、機関方式にはバッチ1と同じく AIP が採用されるものの、蓄電池にはこれまでの鉛蓄電池に変えて、日本の対艇型に搭載されているリチウムイオン蓄電池が搭載される予定であることが伝えられているね。さらにその次の7番艦以降の3隻のバッチ3には原子炉が搭載されて原子力潜水艦になるのではないかと韓国メディアが盛んに報じているが、韓米原子力協定など韓国の原子力の軍事利用がアメリカから制限されていることのほか、対北朝鮮への軍備として原子力潜水艦は明らかにオーバースペックの装備であり、疲弊しているとされる韓国経済が高額な原子力潜水艦建造費や維持費などを賄うことが難しいとの見方から、韓国海軍が原子力潜水艦を建造して運用するのは困難であろうとの見方が出ているな。韓国海軍では原子力潜水艦の保有願望が根強く存在しているほか、日本の海上自衛隊が現在運用している出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の出雲と加賀を、垂直短距離離着陸が可能な F-35B ライトニング2を運用する軽空母として改修を進めていることに刺激されて、
対抗意識から空母建造計画が持ち上がっているなどしているが、これについても北朝鮮に対して必要のない装備であろうとの指摘が出ていて実現するかどうかは不透明だぜ。また、この対北朝鮮軍事演習では韓国陸軍も新しい画期的な装備を公開しているね。6月12日の午前中に南安州市にある渡河訓練場において、韓国陸軍の自走渡河装備戦力化記念式典が開催され、韓国型の自走渡河装備である水流の運用展示が実施されたことが伝えられているんだ。この日の式典では複数の水流によって川に浮き橋を設置して計2戦車や計221発煙装甲車に計21装甲車などを渡河させる様子や、水流に計2戦車を1両搭載して高走させて橋家のようにして渡河させる様子などが報道陣に披露されたよ。この水流は、橋梁がないか破壊されたりした河川を機構部隊が渡河する際に運用される機動支援装備で、当初は2027年頃の実用化を目指して韓国防衛事業庁が韓国の防衛産業企業であるハンファディフェンス、ハンワディフェンスと、技術協力生産契約取り交わして開発を進めていたもので、ハンファディフェンスではスイスの GDELS と提携して、同社が持つ自主渡河装備の技術提供を受けて、国内で2027年までに韓国型自主渡河装備を開発して配備する戦略化する予定としていたぜ。GDELS が開発した戦車などを渡河させる自走浮き橋は M3 モトーブート3と呼ばれ、ドイツ軍やイギリス軍で採用されていて、本体は水陸両用の四輪駆動車であり、下半において迅速に浮き橋を組み立てて複数を展開させることによって幅の広い川でも戦車や装甲車などの装輪及び装機車両を渡河させることができるわけだ。M3 は、陸上走行時の運転手に水上を移動する際の運転手及び浮き橋工兵の3名で操作が可能で、運転席と陸上水上における駆動装置を含むメイン浮き構体で構成され、水上では2機のウォータージェットによって戦車などを搭載したまま航走可能なんだって。全長は 12.82 メートルで、搭載しているフロートを収納した状態での全幅は 3.35 メートルでフロートを展開した状態では 6.57 メートルとなり、陸上走行時の前高は 3.93 メートルで、エンジンは空冷8気筒4サイクル直噴ディーゼルを搭載しているよ。小型で喫水が浅いため水深が浅い河川でも航走可能で、架橋する際には車両上面に折りたたまれて積載されている2個の浮体を両面に展開してから入水して、ポンプジェットで推進して移動するんだ。浮き橋となった複数の M3 は河川の流れの方向に車両を向けられて、展開した路面パネルを連結して橋となるが、M3 を8両連結することによって長さ100メートルの浮き橋が架設でき、その際の架設時間は24人の工兵によってわずか20分で可能らしい。日本の陸上自衛隊施設下においても M3 と同様の移動式の浮き橋が装備されていて、74式特大型トラックに搭載して運搬できる81式自走化柱橋を保有していて災害により破損した橋梁の代替橋として活躍していたが、90式戦車や99式自走155無榴弾砲などが重量制限を超えるために通過できない上に、セッティングに時間をかかるだけでなく使用できる箇所の土質や川の水速などに制限があることなどから、後継の自走式架橋として07式機動支援橋モビリティサポートブリッジ 7MSB が開発されているな。この M3 や水流のような非分離式浮き橋は高価であることや、長時間にわたって水中で使用した場合には漏水などが発生することから面倒な整備が必要となるため、近年では世界の軍隊では分離式架橋が採用される傾向にあるとのことだぜ。しかし、非分離式浮き橋は設置する際に短時間で実施可能であるために戦闘が行われている地域での展開に有利とされていることから、将来的には分離式浮き橋と非分離式浮き橋それぞれの長所を兼ね備えた、軽量で仮設作業が省力化され整備も簡素な移動式浮き橋が開発されるであろうとの見方があるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。